こんにちは、高橋です。現在朝の9時で、さっき起きたんだけど、まあ朝からね、嫌なものを見てしまいましたよ。まあこのコメント、まあこのコメントだけではないんですけど、たまに僕の歯並び、スキッパを指摘されることがありまして、ちょっと見ます、スキッパ。こんな感じなんですけど、スキッパ。で、このスキッパについては本当にね、パンドラの箱のような黒歴史があるので、本当はあんまり思い出したくないんですよね。まあでも今回は勇気を出してそのパンドラの箱を開けて、封印されし思い出を話していきたいと思います。そしてこのいわゆるアンチコメントに対して、めちゃくちゃ反論していきたいと思うので、ご視聴よろしくお願いします。さあ今からコンビニ弁当で優雅なモーニングをしたいと思います。じゃあまあスキッパーの話していきたいと思うんですけど、僕はねほんとちっちゃい頃からずっとスキッパーでずっと気にしてきましたね。でこのスキッパーなんですけど、なんか大人になれば治るってずっと言われてきたんですよ。なんでスキッパーかっていうと、その僕顎が結構大きいんですけど、顎の割に歯が小さくて、そのアンバランスさでスキッパーに見えちゃってるって感じなんですけど、まあ、そんな感じだったんですけど、ある時中学2年生の冬ぐらいですね、なんか変なネットの記事を見つけちゃうんですね。なんか歯並びが悪い人はそれに対してコンプレックスを抱いているので、そのことを気にしだすとストレスで脳が萎縮してしまうみたいな意味わからん記事を見つけちゃったんです。その当時もなんだこのデタラメの記事みたいな感じで思ってたんですけど、まあでも 100% そうとも言い切れないというか、 0.1% ぐらいはもしかしたら本当のこと言ってんのかもしれない、僕は歯並びのせいで脳が萎縮してしまうのかもしれない、謎にそのことを意識しだすようになってしまったんですね。で気にするとストレスで脳が萎縮するって言われてたから、気にしないようにしないとって思って、で気にしないようにしようとすればするほど頭から全然離れなくなっていくんですよね。で脳が萎縮したら勉強もスポーツも全部ダメになるっていう謎に、なんか、まあ、昔からずっと頑張らないとっていう意識が強い人間だったので、やばいって思ったんですね。どん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 メンタルがおかしくなっていくんですよ。その時は分からなかったんですけど、それって強迫性障害っていうまさにメンタルの病気になっていたんですね。僕はテニスしてる時も勉強してる時もずっとその歯並びのことが頭から離れなくて全然集中できないんですよ。最初は頭の 30% ぐらいに歯並びのことが残ってるんだけど、だん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 侵食されてって、なんか最後の方はもう 80% ぐらい歯並びのことで、全然脳のリソースが使えなくなっていっちゃったんですね。で、そのメンタルは体にも影響してて、なんか心臓がすごい痛くなって、不安でもう本当に眠れなくなったり、もう死ぬんじゃないかってぐらいの過呼吸になったり、一時はもう本当学校行けなくなるぐらいの事態になってしまったんですよ。今思うとマジバカらしいですよね。なんでそんな意味わからんフェイクニュースに惑わされてるんだって感じなんですけど、その時は本当にマジで本気なんですよ。本気でそのこと心配してたんです。なんでこんなバカみたいなことで悩むんだって不思議だったんですよ。不思議だけど、なぜかやめられないんですよね、その思考が。頭から離れないんですよ。で、スキッパが気になりすぎて、口開けられなくなっちゃったんですよね。スキッパ見られたら気にして、ストレスで脳が萎縮するって思ってたから、スキッパ見られないように口開けたくないし、喋るときはこうやって隠してたし、笑えなかったし、こうやって。挙動が本当におかしくなってましたね、その時は。で、人の歯並びを見るのが本当に嫌でした。あの人、歯並び良くていいな、脳萎縮しなくていいなってずっと思ってました。で、同じく歯並びが悪い芸能人を崇拝してましたね。ハリセンボンの遥かとか、もう本当に憧れでしたもん。なんであんな出っ歯なのに、脳萎縮しないで頑張って人前に出れるんだ。ハリセンボン遥かが師匠みたいな感じになってましたね、僕の中では。で、本当に歯並びでおかしくなってたから、親にも相談して、矯正歯科に連れてってもらったんですよ。そんで、途中まで歯並びの矯正仕掛けてました。矯正するために歯に隙間入れるんですけど、隙間をつけるところまで行ったんですけど、でもある時治ったんですよね。治ったから矯正はやめたんですよ。で、なんで治ったかっていうと、ここにもちょっとドラマがあって、なんか強迫性障害って不安の対象が一つにしかならないっていう特性があると思ってて、僕の場合はある時歯並びが不安の対象だったのに、人間関係の不安ごとに対象が移ったんですね。で、人間関係のこと考えてたら歯並びのこと全然気にしなくなって、あれなんかおかしいぞって、その時僕はやっと気がつけたんですよ。これなんか病気なんじゃないのって。
でネットで一つのことが気になりすぎるみたいなことを調べたら脅迫性障害っていうワードが出てきて、これだってなって、でそっから僕はその当時は心療内科も通ってなかったんで、ネットでめちゃくちゃ調べまくって、独学で独自の認知行動療法みたいなのを研究して、たった一人の力で治しました。でもねマジで地獄だったんだよね。チックなんかよりも全然地獄でした。毎日ずっと24時間生きてる心地がしなかった。ずっと歯並びのこと考えて、もう寝る時も歯並び、夢の中でも歯並びのこと考えてたから、本当に味わいたくないんだよね、あの地獄は。だからまあ僕も今でもスキッパ直せるものなら直したいと思ってるし、コメントで指摘されるとその時のことを思い出しちゃって、またなんか歯並びのこと不安になるんじゃないかってちょっと心配になっちゃうんですよね。まあ克服したとはいえども、またなんかの拍子で気にしちゃうかもしれないんで、だからちょっとコメント本当に歯並びのことはねやめていただけるとありがたい、お願いします。あと気にしだすとチックでこうやって歯並びを広げちゃいそうになる。そう、歯並び広げるチックが出ちゃうから、本当にやめてほしい。なんかでもコスメティック田中が言ってたんだけど、かぶせ物をして歯並び目立たなくさせる療法があるらしくて、それでもなんか10万くらいかかるらしいんで、ほんとアマゾン欲しいものリストであればいいんだけど、スキッパの矯正、誰か援助してくれや。お金ないんだ。で、その脅迫性障害ほんと治そうとしてた時に、なんかスピリチュアルにもハマっちゃったことあって、わらをもすがる思いだったから、家に謎の本があったんですよ。ちょっと僕編集の僕が出してくれてると思うんですけど、その謎の本を読んで、ありがとうと言ったら悩みが消えるみたいなこと書いてあって、もう毎日ありがとう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 って、なんか本当に洗脳されてましたね。ちょっとマジでやばかったね、あの時は。今ではそんなスピリチュアルなんて、ね、全然気にもかけてないんですけど、まあでもよくよく考えてみると、脅迫性障害の種はずっと僕小さい頃からあったんですよね。なんかその小学校ぐらいの時から、なんか体のバランスにすごい異様にこだわりがあって、右手こうやってぶつけたら、今度は左手をこうやってぶつけて、左と右手同じ感覚にならないと、なんか左右対称にならないと気が済まないみたいな、そういうこだわりがあって、まあそうね、あと脅迫性障害で言うと脇見恐怖症って言って、自分の目線で相手が不快になってないかっていうのがすごい気になって、あと今はねめちゃくちゃ下ネタ大好きなんですけど、まあほんと昔なんですけど、頭になんかちょっといやらしい妄想というか想像が膨らむと、それはやってはいけないことだっていうか、それは失礼なことだっていう風に思っちゃって、消そうとしてでも消そうとすればするほど消えないみたいな、でずっとそのことばっか考えちゃうみたいなのとか、僕の前の彼女はなんか儀式があって、その脅迫のなんか数を数えるのかな、なんかカウントして、カウントしないと人が死んじゃうっていう風にちょっと考えちゃう脅迫があって、まあなんかいろいろ脅迫性障害って無限にパターンあるのよね。なんだけどみんなそれがバカらしいことだって分かってるんだけど、なぜかやめられない、そういう病気なんですよ。でその病気、まあ持ってる方もこの動画見てる方の中にいらっしゃると思うんで、ちょっとおすすめしたい本があって、全然アフィリエイトとか全然違うんですけど、このね森田療法って本なんですけど、僕マジで何週も読んでて、めちゃくちゃ書き込みとかもしてあるんですよ。ほらほらほら、めっちゃ書き込みしてあって、もう何週も読んでて、ほんとね脅迫性障害を治すためには必須、マジでバイブル本だから、ぜひ読んでほしいです。でサーススキッパーを指摘された、まあ、いわゆるアンチコメントみたいなものがあるんですけど、それにちょっとめちゃくちゃ反応したくて、そもそもの原因が、この人が僕のショート動画で病気でだと思うけど髪気にしてるように見えるから髪切れば印象すごく悪いよって言われたんですよね。でそれに対して僕がタメ口やめた方がいいですよ、印象悪いですよってちょっと返信したんですよ。まあね、僕もね、これは ADHD の衝動性とかそういう言い訳したくないけど、まあだからしないんだけど、僕個人としてそのなんかムカッとしたり嫌な気持ちになったり、そういうのを心にグッとこらえるのがすごい嫌なんですよ。もうてか苦手で、こういうコメントにはちゃんと反論したいんですよね。だって正しいこと言ってるもん。僕自分はこういう意見があるっていう信念を持ってちゃんと反論してるんで、これは本当許してほしいんだけど。でこうやってタメ口やめた方がいいですよ、印象悪いですよって言ったら、なんか他の人とのやり取りも拝見したが、こういう返答が嫌われる原因だし気持ち悪いなどと言われる原因なのでしょうか。病気だからか劣等感やコンプレックスの塊なのでしょうね。動いてしまうのは仕方ないし特に気になりませんが、目つきの悪さや口調、歯並びかっこスキッパが印象悪くしていますね。強制してはいかがでしょうか。ムカ。彼は動画で病気を公表して何をしたいんだろうね。
僕は彼にイメージ悪いから髪切ったらと少しでもいい人生を歩んでほしくて僕なりにアドバイスしてみたら喧嘩売られた笑。病気だから許せない行動をしたら反省する気持ちもないみたいで迷惑行為だから動画やめてほしいものだよ。まあこれに関してもちょっと僕反論したくて、この彼は動画で病気を公表して何をしたいんだろうねっていう言葉あるじゃないですか。僕はこの YouTube チャンネルを通してチック症という病気の存在を世の中に広めて理解を広めたいっていう思いも、まあ、多少あるんですけど、ほとんどそんなこと思ってなくて、そんなね、そもそも世の中に意味のあるものなんてねえよ。僕は YouTube チャンネルとか TikTok を意味のあるものだと思ってやってなくて、意味はないけどとりあえずやってみる、意味っていうのはやってるうちに分かってくるものだっていう風にずっと思ってて、だってさ、僕は去年のクリスマスに東京から浜松に帰るのが寂しくなっちゃって五反田の H な場所に行ったんですよ。でそれで外に出たらなんかこの場所見覚えあるなって思ったら、その1年前は彼女とクリスマスでホテルに泊まった思い出の場所だったんですよ。1年前は彼女とねクリスマス楽しく過ごしてたのに、今は一人で H な場所に行ってるよっていう、この恥ずかしいエピソード、こんな無駄なエピソードでもさ、こうやって風俗の動画になってみんなの共感を集めたり、もうお金にもなったりするんだからね、マジ何が意味あるかなんてわからないんだよ。僕はね、こういう人生の気づきみたいなのをずっとなんか iPhone のメモにちょこ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 書いて、めちゃくちゃ量になってるんですけど、ちなみに今書いてあるメモはどんなこと書いてあるかっていうと、よく噛んで食べるですねまあこれはね、僕は逆流性食道炎で胃が悪くて、まあ本当によく噛んで食べないともっと胃悪くなって夜眠れないよっていう戒めの言葉なんですけど、まあ本当もう僕今眠れないのよ、逆流性食道炎で気持ち悪くて体ボロボロよ、胃は痛いわ、アトピーだわ、アトピーで指はこんなになってるわ、しかも顎関節症でさ、顎もこうやってスムーズに動かないしさ、でもなんか最近すごい突き刺さるような痛みで、なんかゲームすると涙ポロポロ出てくるしさ、ほらアトピーとかさ、目薬とかさ、精神薬とかでさ、こんなに薬めちゃくちゃ大量に飲んでんだよね僕。こんな意味のない僕の病気、マジでもういらんじゃんこんな病気。アトピーも顎関節症もチックも強迫性障害もさ、全部さ無駄なものじゃん、意味ないじゃん、こんな人生でいらないものじゃん。でもこの人生いらない病気がこうやって動画のネタになったり、人々の共感集めて、まあなんかいろんな人と話できるようになったりさ、もう本当に楽しいんだよねそれが。だから YouTube やってるんだよ。この YouTube やってて最初はさ、病気が意味あることになるなんて全然僕も分かってなかったよ。だけど今やっててやっと分かるようになってるから、最初から意味あることなんてないんだよってことをこのコメントをした人に言いたい。ちょっと熱く語っちゃいましたね。はぁ、もう最後なんですけど、最近ちょっとパソコンの調子が悪くてですね、動画編集がまともにできなくて、もうカットも勘でやってるんですよ。もうカクカクカクだから、もうここかなーとか言って適当にカットやってるんで、ちょっとつたない編集になってると思いますが、本当にお願いします、申し訳ないです。あとなんかコメント欄でなんかチックでおでんツンツンとかしないんですかとか、まあそういうコメントは全然別に僕イライラしないんですけど、まあそういうコメントもあるんですけど、それに対して真面目に答えると、別にねそういう社会的に悪い、もう絶対やっちゃいけないことっていうのはやらないね、やりたくならないねチックでも。ここはこのラインは超えちゃいけんだろうっていうのもチック君も分かってくれてるのか、まあなんか大丈夫だね。最近スシロー炎上してるじゃないですか。僕もチックでスシローのね醤油チューチューしたりとか、そんなこと絶対しませんから。ちなみにスシロー昨日行ったんですけど、めっちゃなんか挽回しようとしてんのか、めっちゃネタでかくて美味しかったですね。うわ、なんか喋ってたら全然飯食ってねえわ。ちょっと恵方巻食べよ。今年の方角はどこでしょう、全然わかんないんで、皆さんの方向を向くので、皆さんがスマホをその方向に向けることによって、僕が間接的にそっちの方向に向いて方巻きが食べられるっていう、そういうことにしてください。じゃあ皆さんスマホを持って移動させてください、食べるんで。うん、うまっ、うまいな、あれ、さっき